キッシュトーストを作ります。しめじ 20g、 ほうれん草 20g、 卵1個、コンソメカルー小さじ1/3、牛乳大さじ1、生クリーム大さじ1、塩コショウ適量。15回ブンブン引っ張ります。食パンは耳から1センチほど残し、スプーンで押してくぼみを作ります。マヨネーズ適量を塗り、ブンブンした具材をのせます。ベーコン適量をのせ、ピザ用チーズをのせます。アルミホイルをかぶせ、オーブントースターで10分焼きます。アルミホイルを外し、再度3分から5分焼いたら完成です。